庭に変なタヌキおった。何者や。イタチですよ。なんやこれ、ハクビシン。アナグマやない。かわいい。ハクビシンって駅、アナグマちゃうの？ガチで病気なるから追い出した方がええで。キツネの方が可愛いんだよね。好き。これはライバル。ポケモンかな。かわよ。ラスカルやんけ。アナグマとかいうハクビシンに負けて数減らしてるザコ。なんやこいつタヌキじゃねえな。秘宝、都会で、アライグマが大増殖。アニメの影響でアライグマを飼うも、凶暴すぎて逃がす。アライさんにお任せなのだ。やめるのだ。怪獣やし。所詮はゴミパンだよ。ラスカルはレッサーパンだ定期。マジかよラスカル最低だな。ゴミなのだ。アライさん、マイナス2000円、フェネック、100万円、サーバル、120万円。ラスカスさぁ。タフという言葉はアライグマのためにある。やべえ笑った。こんなん昔のギャグ漫画やん。アライグマって食えるの？あの中国人やベトナム人でさえ食わない動物やぞ。似ているタヌキくんはあんなに温厚で人畜無害なのに。ホラー映画定期。うわぁ。ひしゃくをくれー、ひしゃくをくれー。普通に怖い。はい、そんな凶暴な動物がおるんやな。これから日本各地で獣害が深刻化していくからな。ハンターの減少と人口減で動物が人を恐れなくなってきてる。漁師で食える環境整備せなどうにもならんよな正直。いっぺんパチで狩りすぎくらい狩りまくらんと獣害増えてくだけ。こうなったら手遅れなんやで。こんなんカツアゲですやん。集団は怖すぎる。こいつらが本気出したらおっさん食われるで。すごいね。これもうゲームで壁ゴリゴリ行って無理やり登るやつだろ。こいつきっと自力で降りれるんだよな。ここまで大きく育ってるんだから。わいこいつ嫌い、ものすごく強そう。血を舐めるために命がけのやつら。完璧に塩分があるから舐めに来るって聞いたわ。何パーセントかはボルダリング感覚でやってるやつおるやろ。こんなこともできるんだね。こいつらの何がここまでかき立てるんや。崖の高いところにしか塩がないと思ってるらしい。それじゃあただのバカじゃん。ミサイルのように垂直ジャンプするワニ。手の泳ぎがいいワニ。餌食うときにこんな垂直飛び必要なんか？シマウマとか食ってるイメージだから必要性がわからんな。みんな驚いてる。かわよ。ぴょんぴょんしてるやんけ。子供の方が度胸あるな。元気で暮らすんやで。今までありがとうやで。ほな。さ。シュバババババって落としそう。モーターついてるんか。好き。どんだけ嫌やったんや。ソニックやん。こんなん都市伝説で語られる類の化け物やないかい。これで飛べるなら人も飛べそうだな。見た目によらずすごいビビリな割に人懐っこくてバナナとか甘いもの大好きなコウモリ。でも夜のベランダにぶら下がってたら泣くぞ。膨らんだり、しぼんだり。皆さんが見ているライチョウも、実は空気でかさ増しされているかも。膨らんでるのかわいい。モフモフ。カッパ。発光パン。ライチョウもよく見るとシマエナガと同じような顔してる。丸い。ふかふかモフモフ、オキシトシンとセロトニンが溢れてくるわ。ビフォーの時点ですでにモッコモコのふっわふわで愛おしい。鳥類このモフモフが可愛いんや。冬になるとあったかい空気を羽の間に溜め込むためにプクプクに。ライチョウはシフワフワなのかわいい。足が毛で覆われてるタイプの鳥好き。ライチョウのモフモフ足からしか得られない栄養素がある。患者殺してて草。これ美脚なの？思ったのと違う。これじゃない。なんか微妙。バランスは大切だと思いました。丸モデル体型やな。スーパーモデルの足を持ってる。羨ましすぎる。絨毯にアーモンド貯蔵するのやめて。さらに絨毯の下にはひまわりの種がごっそり。修正だとしても可愛いな。畜生。春になったら芽が出るよ。ズモッツモモモモモモ。ケワワ。おじさんがもっとアーモンドあげようね。埋められてないところがまた可愛い。隠れてないし。手つきがすげえ職人っぽい。電気ウナギを捕まえようとした結果。あわわわわ。電気ウナギの体は絶縁されて自分の電撃は流れないのか。出川も電気ウナギを捕まえる企画で感電してたよな。電気ウナギは、最高で800ボルトの電圧を発生させるとも言われている。
800V の電圧の電流って言われてもなぁ、何アンペアなのかをかけよって感じ。未だにボルトとアンペアの違いがわからん。輪に感電させることに成功してるけど硬直してるから加えられたまま逃げられないって意味ないな。犬も液体らしい。うちの犬も箱好きやぞ。こういうのって勝手に入るの？かわよ。犬は飲み物だ。こんなことするの猫くらいかと思ってたわ。液体犬。ついに発見されたか。肉ギッチギチだから液体とは言わない。脱力した。ワニという格好良さと可愛さを兼ね備えた最強の生物。なぜ人気がないのか。かっこいい。ああ、ビーチならこの道をあっち。親切な牛が道を教えてくれたけん。賢い。なんで道を牛が歩いてるんや？スペインでは普通なんか？とんでもないキメラ猫発見される。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。フィグアにすんな。現実世界に生み出すな。これは巨大なに？クマ？サル？バブーン。ヒ。これはベルセルクで見たことがある。まだ子供のバブーンじゃん、かわいいな。ランニングネックブリーカードロップやん。これだけ吹っ飛ばされて普通に立ち上がるワンコも強い。ワイなら即降参する。公園に白いリスがいるという目撃談を頼りに探し続け、野生生物の写真家が撮影に成功。100万匹に1匹の確率らしいよ。可愛さの極み。白い。目が黒いからアルビノじゃなくてユーシステックかな。珍しいね。毛はわ。これが本当のホワイトクリスマスってか。サクラン。なんだか神々しい。驚きの白さ。雪化粧。いいけどリス感がない。ひっつき虫つけて帰ってきた。ひっつき犬。かわよ。ワンカスはアホだにゃん。どうやって撮るんやこれ。満面の笑みや。にっこり犬。とりあえず風呂入れてから考える。柴犬って犬の中でもめちゃめちゃかわよやと思うんやがわいだけか。これ撮るの大変なんだよな。かわいいけどキモい。お掃除してもらってるワニさん、かわいすぎる。かわいい。白子ダイルだ。アルビノか。いい表情するな。むっちゃ笑顔で草。表情ないはずなのにあー気持ちいいってのが伝わってくる。ウマヅラコウモリとかいうヤバい属性っぽいやつ。こんなんもいてるんかよ、初めて見たわ。ドラクエで見た。なんくったらこんなにでかくなるんだ。首が浮いてるみたいで怖い。こんなの見ただけで腹抱えて笑うわ。なんかコラみたい。体乗っ取っただろこれ。超猛暑に夏は丸刈りが当たり前だぞ。サマーカットでもこんなに短く刈らないぞ。何が起きてるか分かってない顔。顔もやったれやう。尊厳破壊。白鳥ってヒナを乗せて泳ぐのか、かわいいな。スワンボート。ケツから見た時の大天使カンパネー。乗せてください。あったかいんだから。空母やね。そんなたくさん乗れるのか。天然羽毛に包まれるとか羨ましすぎる。布団メーカーさん作ってくれ。リアルスワンボート、ほっこり。モフモフ。鳥海のホワイトベース。牛をベロベロ舐めた犬の末路。牛タンの味でもするんか。牛はベロ出てないからサーロインの味やろ。ヒレとちゃうんか。ワイはハラミが好きや。アライグマさん、勝手に動物園に住み着く。草。ピクミン2にこんなやつおったよな。まんじゅうみたいで可愛い。声すぎ可愛い。でっかレッサーパンダ。懐けばワンチャンあるのだ。凶暴定期。食べすぎて普段通路に使っている下水道が通れなかったらしい。おバカちゃんで可愛い。大いなる力を得て大いなる責任を背負ったリスたち。すごい。リス界でもスーパーヒーロー着地は存在するんだな。実写版スクイレルガールに出そう。身のこなしが完全にスパイディ。リスンジャーズ。スパイダーリス。エンターテナー。成功したらご喝采。アベンジャーズリス。牧羊犬。ルーカは誘導できてないんだよな。みこしやないねんから。仕事しろよ。ある意味賢い。一応、羊を守っているのでよしとしようじゃないか。自分の仕事スタイルを持っている犬だ。これが本当のシープドッグだ。仕事の仕方が優秀すぎる。イッヌヘラジカやんけ。ヘラジカってそんなヤバいん。北欧ではイッヌの天敵や。逃げでし犬。水木しげるの妖怪へ感ある。顔のガチさで毎回笑う。
下半身ついてきてないやん。一ヌは命のために必死なんやろうけど草生えるわ。草食ってこのサイズとか普通にバケモンやろ。もののけ姫のあれ、カバさんが何したって言うんや。カバかこれ。ウサギとかじゃね。パンダチーズ買わなきゃ。使命感。日本で売ってたら買ってあげるのにないんだね。人間、あ、鳥さんだ。パシャ、鳥、プテラノドニャン。はぁ、って言ってそう。寄生獣にいそう。放課後堤防日誌でこいつ見たぞ。アオサギええよね、ほんまサギは美しいわ。すぐ首折れそうで怖いな。強そう。どうなってんや。対話は無理そう。疲れて殺される。へ。メガネ王コウモリはイケメン。ビビるというより腰抜かすわ。同じじゃねえか。どこの世界も怖そうで大きいやつほど装飾。昭和ライダーの怪人かよ。知ってる。フルーツコウモリじゃろ。でもこいつら筋肉ないからすぐ骨折するらしいな。神秘的。真っ白なカモシカが発見される。ジブリ味ある。もののけ姫。目が4つあったり白かったりバリエーション豊富だなカモシカ。ずっと平和に暮らせますように。なんか崇めたくなる神々しさ。黒の色素も持ってるからアルビノではなくユーシスチェック白変種ってやつかな。いつか喋りかけてきそう。カモシカって厳重感強いよね。うわぁ神々しいな。神様が降臨したみたいだ。レッサーパンダの赤ちゃん、成獣よりブサイク。大人のがクッソ可愛いって珍しいな。顔の模様が大事やねん。確かに、後もふもふになりすぎやろ。2.5 頭身やん。思ったよりブサイクだった。言うほどでもなかった。意外と凶暴らしいで。可愛さ特化の生き物だな、ほんま可愛い。顔の模様の可愛さは柴犬に通ずるものがある。さ、じっち、散歩行くぞ、いっぬ、はい。後ろのコーギーの顔が何回見ても笑えるわ。え？マジでお前行くのかよって感じ。コーギー、何やあいつら。コーギーがドン引きしてるの好き。ドン引きしてるコーギーほんとしこ。むしろじいさんが犬に連れ出されとるんやぞ。ことしっこはせなあかん。柴犬って外でしかトイレしない子が多いらしいわ。くるみをここに埋めてと。さ、あ、ない。キャワワワワワ。ひどい。とても手際がいい。うん、こういうことは人生にもあるだろう。取られたことが分かった時の顔が可愛い。エゾリスも、年取ってずる賢くなると、自分ではあまり熱心に貯蔵せずに若いエゾリスがせっせと貯めたクルミを掘り返して食べるってドキュメンタリーで見たな。スリのリス。こうしてリスが森の木を植えていくのです。本当。ヤンキーみたいなインコ、見つかる。かわいい。すごいリーゼント。昭和かな。ヤンキーインコ。怖い。これなんて種類？わあイケメン。かわよ。クソワロタ。かわいいパンダが台無し。猫科のウニ。クソかわいい。これはウニ。かわいい。リアルジブリだな。なんとかウナギに見える。怒ってるじゃん。ウニ科の猫では？問題はうまいかどうか。